疲れ様です。岡田です。今日はシーズン22 61試合目62試合目ジョゼフと、来ました。首都アン初登場でございますね。この試合見ていただこうかなと思います。1試合目ジョゼフは勝ち試合です。2試合目のアンはちょっと引き分けなんですけどね。これ前もちらっと言ったかもしれないですけど、アンはなんとなくノリで使ってあっと恐怖の一撃入っていく。そうだね、アンはちょっとノリで使ったんで全く練習せずにねやったので、1試合目はちょっと引き分けになってしまったんですけど、次の動画もね確かアンなんですよね。次の動画はアン勝ってるんでね、まあ、お楽しみにという感じでございますけども、さあ恐怖の一撃が入ったことによってかなりね展開が有利になってきました。これは曲芸をの鏡像を一撃放置してという感じになっていくんでしょうかね。はい、これは結構深めに圧をかけていきますね。機械技師が今回ねいるということなので、これは全体圧をキャンプはせずに全体圧を優先するって感じですね。でロボットを壊して一応キャンプに戻っていきますが、これは誰も来てないって感じですね。この耳鳴りは多分技師の耳鳴りなんじゃないですかね。祭司が回してますっていうことで、で曲芸は救助来れないので、あ、技師がこのまま来るという。ここでロボットを出しますが、これは蘇りに持ち込んでいきますと。ここでロボットを出すので、ロボットをまずぶっ壊しといて、で傭兵はもう飛び角を作れたので、まあ追わないですね。はい、技師にね技師をトンネルしちゃってって感じですね。そうなんですね。いやー、なんかそう、ようやくランクマちょっとできるようになったんですけど、まずねランクママッチングせんのよね。急にマッチングせんくなって、まあ6段に上がったんですけど、6段に上がった途端マッチングしないんですね。俺初めて6段に上がったので、そういう6段以上の状況をちょっとね知らなかったんですけど、マッチング戦マジでね6、7分待つんですよね。で6、7分待ってやっとマッチしたと思ったら4パと当たって嫌な思いをしている勝てない。4波がきついよなマジで。何がきついかっつったらやっぱ何かさ、優先的にやっぱフラホを多めに持っていけるっていうのが強いし、マジであれですよね、炭鉱自主とかって本当にな、単純にスタンが嫌だと思ってたけど、何が嫌だっつってトンネル回避されることがやっぱ嫌なんだなと思ったね。すごくそれが嫌だったマジで。まあ、危機一髪いらねえもんなって思ったもんマジでこれ危機一髪いらねえもんなって思ったよね。あ、これも手汗ですね。そう、あと最近、あ、マジで手汗なの、原因がわかんない。手汗なのか、ラグなのか、ほんと、覚えのかわからんのだけど、マジで攻撃ボタン、反応しない案件がすごい勃発してて、鬼没が出ないならいいんだけど、鬼没が出ないのは前からあったんだけど、攻撃が出ないのは本当に勘弁してほしい。本当に。あの、セルフ骨董ショーやってる、マジで。セルフ骨董ショーやってんのよ俺だからこう、それってね結構きつくてね、攻撃できないと、攻撃のタイミングが遅れるとフラホ使われたり、まあ、フラホ使われんでもね、普通に板感間に合わせちゃったりとかねするんで、マジで勘弁してほしい。本当にそれで勘弁してほしい。だから攻撃ボタンがね反応しないからね、攻撃ボタンを押して鬼没
押しても、うん、なんかね全く反応しないからただ突っ立ってるだけみたいな状態が生まれる。あれは、まあ、重いのかな。さすがに手汗だけじゃない気がするんだよな。たまにマジで攻撃ボタン連打してる時あるもんね。連打して、ま、連打してなんかすごい遅れて攻撃振られるやつ。勘弁してほしい。あとタップしてんのにため攻撃になる判定がたまにあるとか、もう重いのかな。端末のせいなのかな、な分からん。かなりそれで悩まされてますね僕は最近。だからマジ振り返り鬼没がマジでできなくなっちゃったんだよな。あれ攻撃ボタンが反応しないから。なんだろう俺の押し方が、いやそんなことないな、攻撃ボタンをの押し方が悪いなって。もうそれそんなんでねえバッチなんて取れないですからね。さすがに今までそんなことなかったからな。だから急に最近なんですよね、マジで。最近急にそれが、重いのかな、やっぱり。って思うんだよな。ちょっと前までは手汗かなと思ってたけど、さすがに反応しなさすぎだろうと思って。マジです、本当に。思ってる次第なんだけども。どうですかね、皆さん。そんなことありません？めちゃめちゃあるんだよな、俺。さあここで祭祀を裏で縛っていって、無傷の容器ですね。だから攻撃ボタンとかも反応しないと、なんか引き打ちとかもできないね。もうなんかね本当にね、打ちたいところでね攻撃は打てないって本当に すごいストレスだよな。この試合は超昔なんでね。おっとステッキを使ってマジックを見せていく。衣装的に似合うな。うえ。あとそう、マッチングしないに話戻るけど、マッチングしないでいいって、マッチングしたと思ったら4パーのパターンと超格差パターン。もう俺まだね6段の4とかなんだけどね、勇士と当たるんだよな。でまあそれはなんかユニとね組んでることが多いんだけど、ユニの6段の人と組んでる人が多いんだけど、6ね、ユニと勇士で組んでるんだけど、それはわかるんだけど、なんかすげえかわいそうだなって思うのが、俺5、それそういう時ね5段とも当たるんだよね。だからいないんだね、第五人格やってる人今。どっちも。おっと、どこに当たる、判定がよくわかんないんだけど。どこにいたんだろう今。俺ジェッコに乗ってると思ってたんだろうなそれ。だから有志7段6段5段っていうおかしいよなマジで。おかしいんだよ、かわいそうだよな5段の人で。5段の人にとったらだって7段の人と当てられてんだからね、マッチングさせられてんだからね。かわいそうだよな。だからすごいなんか変なマッチングがめちゃくちゃ多い、うん、でも俺的にはそっちの方がね勝てるんでね、まあ、僕的に個人的にはだよ、個人的にはそっちの方が勝ちやすいから俺は嬉しいんだけど、まあ、サバイバー側から取ったらね嫌だろうな本当にって思う。おっと、いや本当でもたまにいるんだよな傭兵フラホ、マジで傭兵フラホいるんだよな、マジで環境わからん。ということで、4次ということで次はアンの試合ですね。はい、初登場岡田の使徒アンです。あ、別になんかあんまり気になってることじゃないんだけど、最近視聴者さんが増えてコメントしてくれてる方も多いんで、あれですよ、僕のことは岡田さんとかそういう風に呼んでいただければいいですよマジで。
大抵僕のことを岡田さんって呼んでる人が多いので、もともと視聴者さんは岡田さんで大丈夫です。なんか主さんって呼んでくれる人いるんですけど岡田さんで大丈夫です。はい、ということで首都アンですね。これ久々、これ練習せずにやってるからね、化け物だよな俺だからね、覚えてんのがね、あのね、スキルボタン間違えてんだよね、ずっとずっとランウェイのボタンを押してんだよね。で、猫出ねえなとか言ってやってあ、こっちかっつって慣れないハンター使うとマジでボタンを間違える案件よね。これ昆虫学者ってどうなんだろうな、やっぱ猫当てたら別に追えんのかな、よくわかんねえなこれ。追えねえとか思ってたけどこの時猫くっつけりゃ追えんのかランウェイ。いやでも追いつかないか、どうなんだわかんねえ、アン使いじゃないからわかんない。昆虫学者追えるのか追えないのか。なんかそういう判断がつかないからな、使い慣れてないキャラクターだと。マジでジョゼフで最近嫌なパーティー、観光従事昆虫傭兵、もうこのパーティーが最悪。結構このわっともがかれていく昆虫炭鉱従事傭兵ね、マジでね、ああ、これそこランウェイできないんだマジで無理あれ本当にもうね、なんだろうな、トンネル回避簡単すぎるだろう、あのパーティー。だって全キャラトンネルできないからね、マジで。どれつっても傭兵つっても肘当てで逃げられる、昆虫つっても虫で逃げられる、炭鉱つっても磁石で逃げられる、呪術つっても呪いで逃げられる。嘘で誰つっても粘着入るし、そうなのよ、誰つっても粘着入るし、本当に嫌だったマジで。炭鉱呪術俺一番嫌いかもしれない最近。炭鉱呪術昆虫傭兵、マジで嫌い、この4パめっちゃ嫌いなんかなんかやってますねこれで。立ち回りを知らないやつですね。おっと、これは占い救助に来ないのか。あ、時間をかけているパーティーンですかねこれね。おっと、そこから上から救助されていく。これはまずいですよ岡田さん、これはまずいですよ岡田さん。お、これで、おっと、虫がつらいです。これはね、よくやる人いるけど、あの通電前にその時間稼ぎで回復するやついるじゃないですか。でもあれね、割とね、まあ今のは、まあ、まだ上がらんやろっていう、まだだろ、まだ寸止めじゃないだろっていうね、とこなんですよ。なぜなら寸止めできたら回復せんのよ。だからあれ一回なんかね、攻撃するぞみたいな素振りすると離れるから、離れる人結構多いからね、それでそうすると釣れるんでね、一回攻撃振らずになんかこう体くるってするだけでいい。案外離れてくれたりするんでね、特に無傷の人、が回復ので時間稼ごうとしてる人、クイッてやると割と釣れたりするんで、やってみてください。それぐらいしか言えることがねえまあこれは引き分けなんでね、まあ次回もアンなんで、
それは勝ち試合なんで、ちょっとまあお楽しみにという感じでございました。では、今回もご視聴ありがとうございました。うん。